はい、ですね、今日は2021年9月の1日ですね。クレアスクーピーの、ラジエーター液、クーラントですね、クーラント液を、交換しようと思います。長いこと掘ってましたんでね。まずはこのボルト4本、これを外します。サイドもサイドカバーのね、このボルトも1本外さないと抜けませんので、ね、これを1本抜きます。これですね、これ1本抜きます。これをちょっと外してくと、こういう感じですね。で、これがラジエーターですね。結構ね、埃とゴミが、ちょっと掃除しておきます。それで、ですね、これがドレインですので、ドレインボルトを外します。この排液はね、流しとか下水に捨ててはいけませんのでね、後で処理したいと思います。だいたい抜け切りましたね。抜け切ったら新しく入れていきます。こちらですね、今ホームセンターの江南で買ってきました。250円でしたね、安物ですけど、これで十分です。これはね、もうそのまま薄めずに使えるように希釈されてる分ですのでね、このまま使うことができます。これを入れていきますね。まずはドレインですね。ドレイン、これを戻します。完全にね、下が閉まれば、こちら側から、クーラントを、入れるんです。補充液がね、ただこれちょっと入れにくいのでね、ちょっとねペットボトルに移そうかなと思います。なんかね、他の方のやり方にとってもみんなペットボトルに移してますので、ペットボトルに移してから入れようかなと思います。ではペットボトルにね、少し、はい、移しましたんで、これを今から入れていきたいと思います。ここですね、ここに入れていきます。わかりますかね。ほぼ満タン入っておりますね。ほぼ満タン入っております。ではこのまま置いといて、次はですね。ここですね。これね、実際はこう蓋がついてるんです。それを今外したところなんです。ここに、残りの補充液を入れていきます。これ。
キャップを取りましてね。まあ、慌てずゆっくり。今ね、このローレベルとアッパーレベルがあるんで、ちょうどその中間ぐらいに今ありますね。分かりにくいとは思いますが、これをまあ見ながら、これで大体完了です。完了なんですが、ここで、まだね、下の、ラジエーターの方もね、蓋は閉めておりません。このまま一回エンジンかけますね。はい、今、これ分かりますかね。満タン入ってますよね。で、エンジンを回しながらエア抜きですね。エア抜きをやる。ということでね、このタンク内には、こちらですね、メットインスペースにあります、このリザーバータンク、これの蓋を閉めます。こういう感じで止まっておりますんでね。これでリザーバータンクの方は、こちらのキャップをはめて終わりです。あ、溢れちゃったよ。はい、これで OK です。満タン入っておりますね。はい、完成です。最後に、どっちやったかな、ここですね。ここのボルトを締めたら終わりです。はい、完了です。正直言うてオイル交換より簡単ですんでね、そんなにビビるほどのもんでもないですんで、所要時間は10分程度です。あ、もっとたるかな、15分ぐらいかな。まあそんなに時間かからへんし、素人でもできますんでね。まあ2年に一遍、僕これ多分ね4年ぐらいほったらかしてましたわ。なのでまあこまめって言うても、まあ2年に一遍ぐらい自分で取り替えてみてはどうでしょうか。交換ぐらいすぐできますんでね。はい、以上スクーピーの、クーラントの交換でしたね。以上です。